GFC キックルール3分2ラウンドを行います。ブルーコーナー 54.75 キロ境町道場龍二。赤コーナー 54.55 キロ赤雲海玉城達君。ラスト1分、ラスト1分。ただいまレッドコーナー玉城タスク選手の打撃が下腹部に入ったため時間を止めています。
ラスト1分、ラスト1分。試合終了です。これより判定に入ります。3対0をもちまして、勝者、ブルーコーナー、リュージュー。見事勝利を収めました。リュージュ選手には勝利者賞としてメダルが授与されます。